こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。今日はアロマテラピーでもおなじみのリトセアについてお伝えしたいと思います。リトセアはちょうどこのように今お花が咲いているんですが、分かりますか？こんな風に小さな緑色のつぼみが開いて、小さなお花がたくさんひっついて咲いています。とっても可愛いんですね。でこちらは日本名では青文字と言います。青文字は落葉症候木で、葉っぱが伸び始める前にこの可愛らしい小さな緑色の実のように見えるつぼみが開いて、鈴なりに小さなお花を咲かせます。本当に開花する前は緑の実のようにも見えます。青い皮の部分は萼ではなくて苞なんですね。で、緑色の実のようなつぼみが開花直前になると黄緑になって、苞がはじけて複数の花が顔をのぞかせます。青文字の花色は一般的には薄い黄色と表現されることが多いのですが、たくさんの雌しべが黄色いので黄色く見えます。まあ、私にはよく見たら、白いお花に見えます。クスノキ科の植物なんですが、アロマテラピーに用いられるクスノキ科の植物はたくさんあります。とても香りがいいんですね。同じクスノキ科の植物で、お菓子の用事に使われる黒文字はとても有名なんですが、黒文字の木よりもこの枝が緑色であることから青文字という名前で親しまれています。黒文字はクスノキ科の黒文字属なんですけれども、青文字はクスノキ科でもハマビワ属に属しますので、分類上は違う植物になります。青文字は原産国は中国やベトナムで、中国では古くからお料理や薬として使われていたと言われています。九州に多く生息しています。青文字はアロマテラピーで用いられるようにとても良い香りがするので、生姜の木という別名や、ちょうど卒業式の頃に開花することから卒業花とも呼ばれています。お花屋さんに生花として出回る流通名は青文字なんですけれども、年末から2月頃まで出回る枝物で、春を表現する生け花としてもよく使われています。このお花の後の実を原料とした精油がリトセア、あと他にはメイちゃんとかリザクベバという名前でも呼ばれています。メイちゃんという名前は中国の女神という意味を持ちます。リトセアはレモングラスとかユーカリレモンと同じようにテルペン系アロデヒド類、レモン用の香りがします。男性にも好まれる香りなので、私はよくお玄関に香らせています。とっても重宝する精油です。まあ、テルペン系アルデヒド類なのでね、皮膚を刺激しますから、近畿注意を守って使うことが大切です。こちらの青文字リトセアの花言葉はたくさんの友人です。お花がたくさん一緒にひっついて咲いているところからついたと思われます。今日は、リトセアのこの緑色に、濃いトルコキキョウが色合いが合いましたので、このようにしてご紹介してみました。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。面白かったという方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。